それ書き込みはしたことないですか。何言ってんの、本当貸してもらいたいんですよね、あの動物虐待の件で。何を言ってんのかよくわかんないんですか。ちょっと逃げないで。命をそんな粗末していいのかな。自分の命は大切なんだ。自分の命は大切です。身をもって分かってるだろ、動物虐待犯がどんなものか。どんなことやってるかね、全部知ってんだよ、おめえよ。ねえ、まさかまた猫殺してねえよな。ここを解決していかないと日本の未来ってないんですよ。未来にして欲しくないんですよ、あなたに。やっぱなかなか警察もその送検しないよ。こんな単純な事件でなんかテクニックがいるんですか。いや、前提じゃないですよ。お話ししてくれないからこちら言ってるだけで。ちょっと器物破損になっちゃうから。あ、はいはいはい。今の違うでしょ、それ。ストレート。どういう話ですか。今おっしゃったように、まあ、猫の、虐待事件。あ、殺されてます。検察官は社会通念としての一般人の健全な常識ではないのかなと。そう思われるということです。世間一般の考えというか、意見なのかなというふうに思いました。だからもう、言いたいはありません。草が生えてない。出てきた。これ出てきた。みんな可愛いでしょ。虐待化っていうのは、はい、目的手段対応と、まずの行為による普通の程度と。メレさんも上から言われてるだけで理解はしてないですよね、本当は。